カビリアは1914年にイタリアのジョバンニ・パストローネが脚本、監督したモノクロ・サイレント映画。舞台は第二次ポエニ戦争の時代のローマとカルタゴ、ティツ・スリウィウス、ローマ建国史をベースにギュスターブ・フローベールのサランボーやエミリオ・サルガーリのカルタゴは燃えているを部分的に取り入れてガブリエーレ・ダンヌンチオが脚色した。バットーの娘カビリアは エトナ山の噴火の混乱で両親と離れ離れとなり、フェニキア人の海賊に捕らえられて、ウバ共にカルタゴで大壮上、カルタルに奴隷として売られる。カルタゴに敵上偵察の密命を受けてきていた、ローマの軍人、フルビアスとその奴隷待ち捨てに巡り合って、ウバはモレクの神に生けににされようとしている少女を、助けてくれと、バットオイへの加報である指輪を見せる。二人は、 カビリアを寸前で救い出し、追いかける群衆から逃走する。フルビアスは、断崖から海に飛び降り逃げをせ、マチステと少女は、ヌミディアの王子マシニスサと、ハスドルバルの娘ソフォニスバの密会の場に、紛れ込んでしまう。マチステは捕らえられて、粉引き薄の鎖に繋がれるが、カビリアは、ソフォニスバの召使いとして特く回れることになる。フルビウスの復帰したローマ海軍は、しかし、 アルキメデスの発明した太陽光の反射器による火災のために殲滅される。遭難して海岸に打ち上げられたフルビウスをバットオイエの家来が助け上げるが、彼の指輪に主人の家紋を見出したため館に運び込む。そこでカビリアが生きていたことが家族に知らされる。一方、マシニツサはヌミディアの性的主クスに打ち破られ、砂漠に落ち延びる。 そのため、ハスドルバルは娘をシュファクスに目合わせることにしたため、ソフォニスバは絶望する。10年ぶりにカルタゴに戻ったフルビウスは、町捨てを薄引き楼駅から助け出す。二人が砂漠をさまよっているところを、ローマ軍に追い立てられたシュファクス軍に捕らえられ、キルタの牢に入れられる。鉄枠を折り曲げて脱走するが、食料貯蔵所に牢状せざるを得なくなる。シルタが、 ローマ軍に援助されたマシニツサ軍によって包囲されると、シュファクスは囚われのみとなり、ソフォニスバはマシニツサの懇願も虚しく、ローマでのさらし刑を宣せ,せられる。マシニツサは、チ捨てに依頼して、かつての恋人に毒薬を届ける。ソフォニスバは苦悶の末絶命する。ローマに帰還する船の上では、親しげに語り合うフロビウスとカビリアの姿があった。ありがとうございます。